どうもこんにちは。雨ですね。今日は洗車もできませんけども、まあ、たまたまこんな配置でね、車が並んでます。こっちがね、ナイトライダーのレプリカで、これ内装もキットになってるんですよ。結構高かったです。で、こっちはその後に買ったセリショーなんですけども、まあメインの足になってますね。奥にある赤い車は、まあ、奥さんに使ってもらう用の軽自動車です。それからもう一台、奥の方にベルファイアが見えるんですけど、黒いのね。あの駐車場を借りてあそこに停めてるんですけども、ご覧いただけますかね。まあこうやって車何台かありますけども、別にね、ベンツとかロールスロイスとかじゃないんですよ。まあベンツはともかくですけどもね、フェラーリとかロールスロイスじゃないんで、まあ多分私と同じ年代で、20代で中堅規模以上の会社に就職して、順調に出世を重ねた50歳の部長とかね、取締役ぐらいになってきたら、同じ暮らしは十分できると思うんですよね。まあでも私が圧倒的に違うのは、出勤してないっていうところと、あと40代まで借金まみれだったってことなんですよ。ですので私思うんですけども、40代とか50代から、20年、30年っていう、その積み上げがもうできないわけじゃないですか。でも、人生を思い通りにしたいって思うんだったら、入り口を変えないといけないんじゃないかなと思うんですよ。入り口は何かっていうと、会社員として常識的にその入り口に入っちゃうと、なんかこの自分の思い描いていた人生の将来の夢や希望っていうのはほとんどが諦めないといけないってことになると思うんですよね。もちろんそれがダメってわけじゃないんですけども、でも人生って終わってしまったらもう一回やり直すことはできないんで、全部が叶えられないまでもね、一つでも二つでも、なんかこう思い描いていた将来の夢って、子供の夢をね、大人で叶えるってやってみたいじゃないですか。だから私はね、やっぱり40代半ばとか50代を過ぎて正社員を目指すってのも、やっぱり私のようなね、1972年生まれだったら特に、まあ、本当憧れなんですよ、正社員とかそこで出世するみたいなの。でも残念ながら時代が変わってしまって、稼ぎ方も会社員以外の方が可能性がすごく膨らんだんですよね。20代とか30代で YouTuber やっててね、もう何十億何百億って稼いだりとか、で若い頃は乱暴者だった、路上の伝説みたいな人だったんだけども、今はね、年間で何十億何百億稼ぐようなトップファイターになっちゃったりとか、なんかそりゃないぜみたいなね、コツコツ真面目にやってきた俺たちは何なんだよみたいなのが結構あるのは、やっぱりどっかでテクノロジーを利用して飛躍しないといけないってことなんでしょうね。まあパソコン苦手だからとか、 SNS はちょっととか、IT はなんか俺の頭じゃねえって言うんだったらずっと同じなんですよ。だからあえて選択しなかった未来を選ぶことによって、新しい自分の可能性を自分でね、こう切り開いていかないと、もう本当今までの延長線上か、良くてもう延長線上、悪くてもっとやばいところに行っちゃうのかなと思うんですよね。ちょっと暑いですね、今日もね。汗だくですよ、もう片手でスマホ持ってたら。ちょっとベトベトになってきました、体が。雨なのに暑い。はい、まだ床屋にも行けてませんけど、明日はね、髪染めに行ってきますよ。明日も出勤はないんで。でもね、本当にこんな中でも、一生懸命社会を支えてくださる方がいるから、私みたいなも成り立っていられますからね。だから本当に皆さんのおかげっていうのは、そういう意味でもありますね。はい、じゃあ失礼します。